派テロ組織に連れ去られる人質。救出作戦を展開する各国軍。去年11月に行われたアメリカとヨーロッパ諸国の合同軍事演習です。圧倒的な軍事力で各国を主導してきたアメリカ、その姿に変化が現れていました。アメリカ軍の役割は空爆のみ、地上での作戦には加わりません。テロリストの拠点を包囲したのはスペインとドイツの地上部隊。最前線の戦闘にはチェコやスロベニアなどの部隊が投入されていました。アメリカは今、自らが担ってきた負担を各国に求めようとしています。これから世界をどうリードするのか模索を続けています。東西冷戦の終結から四半世紀余り、世界は超大国アメリカを中心に秩序が形作られてきました。しかしテロとの戦いでその威信は失墜。アメリカは世界の警察官です。国家の野望がむき出しになっています。新たな脅威の出現と混乱の連鎖。Es ist eine Bewährungsprobe historischen Ausmaßes. 世界はどこへ向かうのか。シリーズ激動の世界、最終回は揺れる超大国アメリカです。各国から軍を撤退させ、世界の警察官ではないと宣言したオバマ大統領。その空白をついて大国復活を目指すロシア、海洋進出の動きを強める中国、そして過激派組織 IS の脅威。アメリカの影響力が低下し、世界の混迷が深まっています。Everything that the U.S. built outside of the Western Hemisphere will fall apart. アメリカはどこへ向かうのか。その模索を見つめ、激動の世界を展望します。ここホワイトハウスの主、大統領はアメリカだけにとどまらず、いわば国際社会全体の舵取り役も担ってきました。テロとの戦いを全面展開し、多くの血を流すこととなったブッシュ政権時代、その痛手に懲りてオバマ政権では穏健な路線に転じました。しかし世界の盟主としての地位は後退、超大国の睨みが効かなくなった中東などでは新たなテロや紛争などが広がる事態となりました。アメリカは今、世界が激動していく中で自らがどう振る舞うべきか、その答えを探しています。そのアメリカ、今年はポストオバマの大統領選挙一色に染まります。アメリカの今後を左右する大統領選挙。話題を集めているのが、移民や難民などの問題で過激な発言を繰り返しているドナルド・トランプ候補です。ドナルド・ J ・トランプは、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 極端な主張にもかかわらず、なぜ共和党でトップの支持率を維持しているのか、今月開かれた集会を訪ねました。氷点下今9度、
会場まで1時間ぐらいまだ時間があるのですが、この中をこんなたくさんの人がトランプ候補の集会を待っています。ひときわ歓声が高まったのが、トランプ氏がスローガンを訴えた時でした。 I want to do this. We want to make America great again. We want to make America great again. AndCould you tell me the reason why you support Mr. Trump? Mr. Trump has a lot of strength in what he says. A lot of people are looking for somebody with strength, I think. America is losing its strength to Russia and China at the same time. And I just feel like it's really time for America to step it up, you know? Get America, America again, essentially.偉大なアメリカはどこへ行ったんだという喪失感と焦り、それがトランプ人気の背景にありました。大統領選挙の大きな焦点、それは世界を主導してきたアメリカの役割です。This is a time for American leadership. No other country can rally the world to defeat ISIS. Barack Obama does not believe Americans' leadership in the world is a force for good. 国際社会での指導力を問われているオバマ大統領。就任以来、重い課題と向き合ってきました。15年にわたるアメリカにとって最も長い戦争、テロとの戦いです。先月、アフガニスタンで戦死した兵士6人の遺体が帰還しました。テロとの戦いの死傷者はおよそ6万人、今も増え続けています。戦闘で負傷した兵士への支援も大きな課題になっています。強く偉大なアメリカを求めながらも、これ以上の犠牲は耐えられないという声が高まっています。And we think we can fix everybody's problems, which isreally not our place to do. We've been overseas, okay, and we've served overseas, but our country needs help. I've got a 28-year-old son. You're not getting his body. アメリカが背負ってきた2つの戦争。ブッシュ前政権はアフガニスタンに最大3万人、イラクに17万人の部隊を展開させ、戦費は年間13兆円を超えていました。戦争の終結を約束したオバマ大統領は、イラクから軍を完全に撤退させる決断をします。ところが、これが思わぬ事態を引き起こします。圧倒的な力が失われたことで起きる力の空白、中東に再び混乱が広がり、オバマ大統領は試練に直面します。シリアの内戦です。中東、北アフリカで起きた民主化運動、アラブの春。シリアでも強権的なアサド政権に対する反政府運動が広がります。アサド政権は力で市民を弾圧し、衝突は内戦へとエスカレート。政権側が化学兵器まで使用するのではないかという懸念が高まります。国際的な人道危機に、オバマ大統領はシリアへの軍事介入を示唆します。
A red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. しかし、アサド大統領は市民への攻撃を強めます。ついに化学兵器が使用されたという情報が明らかになり、アメリカは岐路に立たされました。その直後の会見、オバマ大統領は軍事介入するかどうかの明言を避けます。Syria, practical question and a moral one, that the use of chemical weapons will be a crossing of a red line. It seems like that this line was crossed yesterday. And I won't make an announcement today about next steps because I think we have to gather the facts. その後も化学兵器が使用されたという報告が相次ぎます。オバマ大統領はそれでも動きませんでした。この時、ホワイトハウスでどのような議論が交わされていたのか、その現場にいた政府高官の一人が取材に応じました。オバマ大統領の安全保障政策のアドバイザーを務めたデレク・ショレー元国防次官補です。アメリカ政府はシリアの化学兵器工場に対する空爆など軍事介入の具体的な計画を検討していたといいます。我々は化学兵器の使用を食い止めようとあらゆる軍事作戦を検討しました。しかし難しい選択ばかりでした。シリアの内戦が悪化する中で国際社会ではアメリカがアサド政権を倒すべきだとの声が高まっていました。しかし政権が崩壊した後の混乱をどうするのか、その答えがなかったのです。オバマ大統領が介入をためらった理由、それはイラク戦争での苦い経験でした。イラクではアメリカがフセイン政権を崩壊させた後、混乱が全土に広がりました。それを収めるためにアメリカ軍は駐留の継続を強いられ、およそ3万5000人の死傷者を出したのです。自らの軍事介入によって泥沼にはまっていったアメリカ、これが重い教訓となっていたのです。オバマ大統領は大規模な地上部隊を再び中東に派遣することだけは避けたいと考えていました。イラク戦争の教訓がアメリカを軍事介入に対して極めて慎重にさせていたのです。再び中東に軍を派遣するかどうか揺れ続けた1年、オバマ大統領はシリアへの軍事介入を見送ることを決断します。America is not the world's policeman. Terrible things happen across the globe, and it is beyond our means to right every wrong. アメリカは世界の警察官ではないと宣言したオバマ大統領。アメリカの力に限界があることを認めたのです。しかしこの決断はシリアで予期せぬ事態を招きました。過激派組織 IS、 イスラミックステートの台頭です。アメリカの影響力が低下する中、シリアでは内戦が激しさを増します。その混乱に乗じて IS が急激に勢力を拡大し、アサド政権、反政府勢力と並ぶ勢力となっていったのです。
يتم بسط السيطرة عليه من قبل دولة الإسلام دولة الخلافة ونلتقي مع القائد همام سلام عليكم دولة الإسلام دولة الإسلام油田地帯を次々と制圧それを資金源に組織をさらに強大化させます2014年にはシリアとイラクで支配地域を拡大させ一方的に国家の樹立を宣言イラクでアメリカの領事館や企業が集中する北部の都市アルビルに迫りました世界の警察官ではないと宣言してから1年アメリカの権益が直接脅かされたことでオバマ大統領は空爆を決断します I directed our military to take action to protect our American diplomats and military advisors serving in the city of Erbil and we will do whatever is needed to protect our people IS が支配地域を広げるイラクそしてシリアで軍事行動に踏み切ったアメリカを主導する一方で大規模な地上部隊は派遣しないという戦略を取ります地上戦は地元の軍や義勇兵を育成し戦わせることにしたのです しかしこの戦略はその後揺れ動いていきますシリアの隣国トルコアメリカはここで地上部隊の育成計画を進めていましたアメリカに協力していたシリアの反政府勢力自由シリア軍の幹部アンマル・ワーウィー氏ですアメリカは自由シリア軍を反政府勢力の中でも穏健派と位置づけて対 IS 戦略の要にしようとしていましたアメリカからは1万5000人の部隊を作る計画だと言われました十分な数の志願者を集めてほしいと頼まれたのです大量の戦闘員が必要だとして協力を求めてきたアメリカしかし厳しい書類審査と面接さらに嘘発見機まで使って兵士の選別を行ったといいます面接では名前や家族関係にとどまらず過去に過激派組織と接触したことがあるか共に戦ったことがあるかなどこと細かに質問されましたアメリカは我々の中に過激派が紛れているのではないかと疑っていたのですさらにアメリカは攻撃の対象は IS だけだとしてアサド政権との戦闘を禁じようとします実際に面接を受けたこの幹部は強い反発を感じていましたアメリカの協定書では訓練の目的が IS との戦闘に限られていました部隊の中からはこんな条件は飲めないと反発する声が相次ぎました我々は反政府勢力です IS との戦いが終われば当然アサド軍と戦います全ての審査を通り訓練を受けても渡された武器は小型の銃器だけでした自らの身を守れず他の武装勢力に拘束される事態も起き地上部隊として投入されたのはごくわずかだったといいますIS 戦略の行き詰まりはアメリカ国内でも大きな問題となりました。
Can you tell us what the total number of trained fighters remains? It's a small number, and the ones that are in the fight is we're talking four or five. I've been a member of this committee for nearly 30 years, and I have never heard testimony like this. Never. 460億円を投じたとされるこの計画は事実上失敗に終わりました。なぜオバマ大統領の戦略は迷走していったのか。オバマ政権で軍の情報機関のトップを務めたマイケル・フリン元国防情報局長官です。迷走の背景には反政府勢力に過激派が紛れ込むことへの強い警戒感があったといいます。ホワイトハウスは混乱していました。訓練した戦闘員がテロリストになるのではないか、政権を転覆し混乱を招くのではないかと恐れ、どう関与すればいいかわからなくなっていたのです。アメリカが地上部隊の育成に失敗したシリア、その間隙を縫って IS は首都ダマスカスがあるシリア中部にも勢力を拡大します。ロシアのプーチン大統領はアサド政権への支援を宣言、大規模な空爆に踏み切りました。Сирия дружественная для нас страна. Мы готовы внести свой посильный вклад не только в ходе боевых действий в борьбе с терроризмом, но и в ходе политического процесса. Российский 専門家はプーチン大統領はアメリカの隙を見逃さなかったと指摘します。プーチン大統領はアメリカが世界において絶対的な権力を持つ時代はもう終わったと見ています。ロシアはその機会を見逃しませんでした。アメリカが引いていることで中東には力の空白が生まれています。その空白をロシアが埋めているのです。混迷が深まるシリアでは一般市民の犠牲が増え続けています。シリアの人権団体はこれまでに少なくとも7万の民間人が犠牲になったとしています。我が子を失った母親のことを考えてください。その悲劇を自分のこととして受け止めてほしいのです。私たちシリア国民は国際社会から見捨てられている、そう感じています。元国防情報局長官のフリン氏です。かつてのような力をアメリカが発揮できなくなった今、その力の空白がもたらす混乱はこれからも起きていくと警告します。アメリカが世界で指導力を発揮できなければ、これからも力の空白が生まれ、そこに台頭する勢力が出てくるでしょう。アメリカが世界から引いた時に何が起きてしまうのか、シリアはその現実を私たちに突きつけているのです。
倒的な力が失われたことで生まれる力の空白、そこで広がり続ける混乱。アメリカはどこへ向かうのか、そして国際社会はこの問題にどう向き合っていくのか。政治学者のウォルター・ラッセル・ミード氏です。歴史的な観点からアメリカの覇権のメカニズムを分析し、政府に外交政策を提言しています。 Current most serious problem is Middle East. There appears the vacuum of powers. It caused by the absence of the America's influence.アメリカが中東から引いている。各国がそう受け止めてしまったことが不安定な紛争を生んでいます。そしてアメリカの国民は中東にどう関与すればいいのかわからなくなっています。国民はブッシュ大統領のイラク戦争で失望しました。オバマ大統領になってもアラブの春で期待したような民主国家は生まれませんでした。何もかもうまくいかないのであれば何もしない方がいい、そう考えるようになってしまったのです。さらにミード氏はアメリカで起きたシェール革命の影響を指摘します。技術革新によってアメリカは今年約40年ぶりに原油の輸出国となる見通しです。シェール革命によってアメリカは原油と天然ガスをほぼ自給できるまでになりました。中東の原油に依存しなくなったのです。国民はアメリカが中東に介入しても問題を起こすだけならば関わる必要はないと考えるようになりました。そのためオバマ大統領が中東から軍を撤退させた時に多くの国民がそれを支持したのです。世界のリーダーが存在しない状態、 G0 の時代を予測した国際的な政治学者イアン・ブレマー氏です。アメリカが世界の警察官ではないと宣言した今、日本などの同盟国にはどのような影響があるのか聞きました。If the American stance changes for the, in the future, the alliance like Japan must search their new way of life in the G0 world. 今、アメリカの同盟国が揺れています。サウジアラビアやイスラエル、イギリスやドイツ、そして日本などです。アメリカが何を目指しているのか、どこまで責任を持って関与してくれるのか分からなくなっているからです。同盟国は変化を迫られています。アメリカが唯一のリーダーでなくなった世界で何が起きるのか、そしてどう対応すればいいのか、日本をはじめとするアメリカの同盟国が最も早くその問題に直面するでしょう。今、激動の世界を加速させているのがインターネット空間です。全世界で32億人が利用し、情報を瞬時に共有できるようになりました。民主化運動、アラブの春、ソーシャルメディアでつながった市民が独裁政権を倒し、国家の在り方まで変えていきました。このインターネットの技術を開発し、世界的な IT 企業を生み出してきたアメリカ、インターネットを開かれた自由な空間として発展させてきました。しかし、その自由な空間を今、過激な思想が侵食しています。インターネットの力が悪用され、アメリカの価値観までもが脅かされているのです。
メリカを支えてきた土台は自らが世界に広めてきた自由や民主主義といった価値観でした。その大事な価値観が軽んじられ神通力を失ってきているのではという懸念が広がっています。その象徴が若者に対する過激な思想の急激な拡散と浸透です。そこでアメリカ政府が取り組んでいるのがインターネット空間を使った思想戦、そして情報戦です。自らの価値観が侵食されるのを食い止めようと官民一体での取り組みが進められています。アメリカの価値観をどう守るのか。 Welcome to the United States. Okay. 今アメリカ国務省は中東や北アフリカの学生や市民活動家らを集め次世代を担う指導者に育てようとしています。So it really is to help you develop your leadership skills, understand civil society, and to become active citizens here in our 21st century. It's very hard to believe that a group like 若者たちを通じて自由や民主主義といったアメリカの価値観を各国に普及させる狙いです。The Middle East and North Africa. The citizenry are kept on a leash. So I encourage you to tell me what you think. And luckily, we are in a country which has freedom of expression. I'm wondering why the United States is working so hard and doing its best to maintain democracies across the Middle East and North Africa. So, no, I didn't say the U.S. is looking for democracies in the Arab world. It has always looked for stability. アメリカがこの取り組みを強化したきっかけは民主化運動、アラブの春でした。2011年、中東、北アフリカでは民主国家が誕生するという期待が高まりました。しかし、シリアやリビアなどでは過激派が台頭。エジプトでは独裁政権を支えた軍が権力を奪い返します。民主化が進んだのはチュニジア一国だけでした。アメリカはチュニジアをこの地域の安定の鍵を握る重要な国と位置づけています。しかし、去年テロが相次ぎ、国の治安や経済が大きく揺らいでいます。アメリカ国務省が次世代のリーダーとして支援している NGO のマライ・ベンフルさんです。ベンフルさんは今、若者の間に過激思想が広まることを防ぐ活動を続けています。イスラム過激派に勧誘された経験がある人たちと対話を重ねています。今私たちは瀬戸際にいます。民主主義を守り社会を安定させていく道のりはまだこれからです。ベンフルさんのような若者たちの活動を後押しするためアメリカ政府が広めているのが IT を自在に活用するノウハウです。Facebook is going to show it to way more people. See it like it's that kind of a game. IT の持つ力でアメリカの価値観を拡散させる新たな取り組みです。
若者たちには祖国で指導力を発揮し、政府が市民の意見に耳を傾けるよう力を尽くしてほしいと思います。中東の安定と発展はアメリカの国益となるだけではありません。世界にとっても大きな利益となるでしょう。アメリカはこの取り組みを世界各地で展開。しかし反発も呼んでいます。おととし政変が起きたウクライナ、ロシア寄りの政権に対する反対運動を引き起こした若者をアメリカが背後で利用しているとして批判が高まりました。Американские инструкторы рассказывали об использовании социальных сетей и интернет-технологий для целенаправленного влияния на общественное мнение, активизации протестного потенциала с целью организации силовых акций на территории Украины. この取り組みを始めた国務省の元高官です。こうした批判に対し、アメリカが進めているのは新たな外交の形だと主張しています。これは新しい外交の手法です。直接市民に関わることでアメリカの国益を実現します。これはプロパガンダではありません。何か特定の思想を広めているわけではないのです。しかし今、過激な思想によってアメリカの価値観は大きく揺さぶられています。インターネット空間で急激に拡散する過激な思想、アメリカはそれに対抗するための情報戦にも乗り出しています。オバマ大統領は去年2月、過激思想対策を協議する初めてのサミットを開き、強い危機感を表明します。We are here today because of a very specific challenge, and that's countering violent extremism. We all know there is no one profile of a violent extremist or terrorist. So there's no way to predict who will become radicalized.オバマ大統領が協力を求めたのが、最先端技術を持つ IT 企業など民間の団体でした。このサミットで民間の力を示す実例として取り上げられたのがアブドラ X プロジェクトです。仮想のキャラクターが若者に向けたメッセージを語りかけます。過激な思想に染まることを防ぐ狙いです。3. Did the people of Syria really need you to go out there and fight? Then do you genuinely think that going out there to fight and potentially be killed will affect those suffering in a positive way? このプロジェクトでは検索最大手 Google 社などの技術が実験的に活用されました。ジハード、聖戦など過激派組織を連想させる言葉を検索すると、結果の上位に表示されるようにしたといいます。Having it pop up whenever you searched for jihad in Syria. And within just a few months, this went from reaching just those 50 random people to 100,000 of our target group, and that is individuals searching to go to Syria for jihad. アメリカ政府はより効果的なプロジェクトを開発するため、民間の研究機関に資金を投じることにしました。これまでに進められてきた実証実験では、ソーシャルメディア大手 Facebook の技術を活用してきました。So you'd have one month of mapping alternative social media platforms and mapping functionality of Facebook, for example. 実証実験は
限定された地域で3ヶ月間行われました。過激思想に関心を持つ若者を特定し、個別に説得する試みです。その仕組みです。まずマーケティングの手法でこうした若者の間で流行している言葉を抽出。その言葉に強い関心を示している人たちを Facebook のデータベースを使って特定します。彼らの情報は説得役として組織した元過激派のグループに伝えられます。このグループのメンバーが若者たちに個別に接触し、過激な思想に染まらないよう一対一で対話を重ねたのです。若者を過激な思想から遠ざけるためには1対1の対話に持ち込むしかありません。彼らは信頼できる人物にしか心を開かないためです。国務省でインターネット空間での過激思想対策の責任者を務めたアルベルト・フェルナンデス氏です。これからの情報戦では民間の IT 企業の技術力が鍵を握るといいます。シリアは世界で初めてのソーシャルメディア戦争です。インターネット上の過激派に対抗するためには民間企業の力を高め活用していかなければならないのです。国際社会での影響力が低下する中、新たな時代を見据え模索を続けるアメリカ。しかし激動の世界は今も大きく揺れ動いています。中東の大国イランとサウジアラビアの対立、核実験を強行する北朝鮮、そして中国は南シナ海に建設した人工島で滑走路の試験運用を始めています。これから世界はどうなっていくのか。この激動の時代に私たちはどう向き合っていくべきなのか。ロシアを代表する国際政治学者ドミトリー・トレーニン氏です。アメリカが唯一の超大国と言われた時代がありました。そして今また過渡期に差し掛かっているように思います。それでも世界で最も強大なのはアメリカです。それに挑戦しているのが第二の大国中国、そして第三の大国がロシアです。アメリカ、中国、ロシア、近い将来この三つのプレイヤーが世界の最高峰リーグを作り、その枠組みの中で競うことになるでしょう。アメリカは基本的にどういう振る舞い方をすれば最も有効な役割を果たすことができるとお考えですか？アメリカは時折、我々にとっていいことはあなた方や全ての世界にとってもいいことなのだと主張します。自らの国益のために自分たちの主義や原則を押し付けるのです。地球という名のグローバル企業があるとしましょう。アメリカにはその最大の株主としての責任を果たしてほしい。ただ会社を全て自分のものとは思わないでほしいのです。そうしたアメリカこそが世界にとって望ましいのではないでしょうか。リーダーなき時代を予見したブレマー氏です。From now on, the world, the new world order will be made by a top new top league
What do you evaluate this thought? So I agree that if そうですね。もし最高峰リーグができるのであれば、ロシアが役割を果たすでしょう。ただ、まだそんなリーグはありません。新たな国際秩序はこれから作られなければならないのです。私たちはもうアメリカ一極時代には戻れません。中国は強大になりました。ヨーロッパの力は弱まっています。アメリカは新たな国際秩序でどのような役割を果たすつもりなのか、一刻も早く決断しなければなりません。必要なのはこれからの時代のドクトリン、国家の基本原則です。来年就任する新しい大統領が、アメリカはこれからこの価値観を掲げ守っていくと世界に宣言すること、それが求められているのです。ワシントン郊外の国立アーリントン墓地です。この広い敷地の中にテロとの戦いで死んでいったアメリカの兵士たちも埋葬されています。しかしそのテロは今も容赦なく各地で繰り返され、国家間の一触即発の緊張は絶えることがありません。そうした現状を、命を失った兵士たちはこの場所から一体どのような思いで見ているのでしょうか。アメリカ一強の時代はもはや去ったと言えそうです。盟友である EU は分断の危機にさらされています。一方、これに反比例して存在感を示す中国は、地域大国の座から今や世界を伺っています。そしてカリスマ性のあるリーダーに率いられたロシアが大国復活へと邁進しています。世界は力のバランスを失い漂流を始めています。しかしそうしている間にも、罪のない人たちの血が流され多くの難民が生まれています。世界が新しい秩序を作り出すために一刻の猶予も許されないのです。アメリカがそこに大きな役割を負っていることに変わりはありません。依然として世界一の富と先端技術を持ち、世界中から多くの人を引きつけるアメリカ。国際社会の多様な価値観を受け入れて、グローバルな社会の道しるべとなるような新しいドクトリンをアメリカ自身が見出すことが、激動の世界に安定をもたらす最大の鍵となるのです。よろしければチャンネル登録いただけると嬉しいです。